相手側、つまり中国なら中国側、北朝鮮なら北朝鮮側がですね、どの業者に落札されるか決めるんですよ。我らの援助の使い道を決めるのは、金正恩が決めるんですよ、皆さん。われわれが決めるんじゃないんですよ。外務省ノータッチなんですよ、これ。だったら、金正恩に気になられる政治家でなきゃ受注なんかできるわけないじゃないですか。安倍さんとこなんか絶対来ませんよ。だから加藤光一は一生懸命リベラルな顔をして言うわけですよ。 あれは頭を下げれば下げるほどお金が出るんですからね、皆さん。朝日新聞的な感覚をやめた方がいいですよ。徹底してリアリズムでいこうじゃないですか。頭下げれば下げるほど援助金が出てきとるじゃないですか。違いますかどれだけ下げてきたんですか ?ODA でも出しました。化学兵器の処理問題でもごめんなさい、言いました。 留学生もたくさん来てくださいね、頭を下げて日本が謝罪すれば謝罪するとです、ね、日本から公的なお金が中国に対する援助、留学生支援、あるいはですねあのこれも果たして本当に日本がです、ね、遺棄した化学兵器とかもわからないままに、ですね要するにあの何兆円ものプロジェクトーデ ODA とは別にですね日本からの援助で今出てるじゃないですか。土下座したやつが金儲けになるんですよ、今の日本は。 あそういうなのを捕まえて朝日新聞のように彼らこそが良心的日本人なんて一体どこを捕まえて出てくる発言かと思いますよね。なんでこういう発言が出るか朝日新聞は ODA の現場なんか取材したことがないからですよ。本当にないんですよ。鄧小平なモスクワ娘があんたおあのお大盤振る舞いしてあれですよ。ふんぞり返ってみますよ。さっき言った本の中でも書きましたけどねその日中抑揚韓国 環境保全センターというのが百数億円で出たんですよ。私、現地の取材にも行きましたよ。ここはあの本でも書きましたけどね、日本が全く知らないですね、100億円以上の無償援助。無償援助ってたただであげるんですよ、中国に。中国が作ったものは全部日本の税金で払いましょうという援助なんですよ。日本が知らないうちに地下に核シェルターを作ってたんだからね。日本側は全く知らなかったんですよ、こんな事実。これが何十億円。我々の税金で作ったんですよ。東証園の娘が核戦争の時に避難するシェルターを。 新聞録に書かないじゃないですか、G 通信だけでしたけどね、ちょっと書いたの報道。あとのフォローないですよね。それどころか私は内部の関係者からもっと衝撃的なことを聞きましてね、建前がその日中友好ということになってるんであのそ、保全センターの入り口とかですね、会議場にはですね中国の五星飛行機と日本の国旗がですねこうクロスする形でこ,うやってここに置いてあるわけですよ。あるいは広丸も掲げてあるわけですよ、入り口の時、はい、あれは日本人が来た時だけなんですよ。 ヨーロッパやアメリカ人が来たときた日の丸なんか展示してないんですよ、あれ。倉庫に入れたの。日本人が来たときは、ぱっとそういうやつが出るわけですよ。で、新聞は日中有効だ。そして怖いのは、これからますます環境援助やりましょうという動きがもう明らかに出てきてるんですよ。出てきてるんですよ。これからますます取られるんです o d なんか終わらないですよ、永遠に。規制するやつがいればそれは出ませんよ。 でそういう現実に、要するに何度も言います耐えられますかっていう話なんですよ、あなたが、私が。耐えられんと、それは起こるしかないじゃないですか、他に何かあるんですか起こらないから、こんなことになってるんですよ。これから環境支援、省エネの支援の援助が ODA とは別の名目でどんどん出てくるでしょうね。でまあ 私、あの、なんか自己宣伝見えてしまうんで、あんまり言いたくないんですけどね、こういうしたのやつはいないんですよ。こないだもその PHP から本出して、小森さんとちょっと対談やったと思った結局、俺と小森さんしかいないもんね、えちゃ話なんですよ。本当にいないんですよ。現場取材して、山ほどある資料を貯めて、これを全部読み取ってね。 地図を作るんですよ私が具体的に ODA の取材とかにどういうふうにやるのか、あの内幕を話しますとです、ね、要するに中国の,その、まあ、これも実はいい加減な話で,です、ね、その外務省とかです、ね、アジア開発銀行いや世界、世界銀行は比較的、まあ、オープンなかな、あの中国向けの援助のです、ね、具体的な細かい数字とかです、ね、実態がないんですよ。でしょうがないからです、ね、中国の政府の,です、ね、その対外援助、つまり ODA とか。 公的機関からの国際援助ですね、それを担当している政府セクションがあるんで、そこのホームページにアクセスするんですわ、そしたらですね、例えばベルギーからです、ね、こういう借款を借りた、どういうプロジェクトに使ったとかいうのが全部あるんで、それでばーっととにかくアジア開発銀行のアジア開発銀行、さっき言った国連開発計画なら国連開発計画で全部くくりましてね、これをまず全部出て、ここ直近の2、3年の間にどういうお金の動きがあったかというのをまず全部プリントアウトするんですよ。もう私のプリントなんか20台ぐらいダメになってますよ。 1> 1回に100枚ぐららいりますからねバッバババややって,てやるわけでしょでそれをやった後今度はその時期のですね人民日報も今中国その辺は近代化しましてね人民日報の CD というのがちゃんとあるんですよで昨年ぐらいの CD あたりからまたその、まあ、UNDP つまり国連開発機,機構なりですねアジア開発銀行なり日本の ODA なりというキーワードを入力しまして記事を出して。 それをまたプリントすするわけですよね。そうすると、例えばその2000 1990、例、まあ、多分5年なら5年にですね、中国でこういう決定が起こられててこういう要素にその経済政策上の方,向あの方向性が出たと、その頃に例えばアジア開発銀行から世界銀行からでどういう形のお金がどこにどれだけ行ってるのかというのをですね、まずリストアップするんですよ。 でリストアップした後ですね、今度はその個別のです、ね、融資の案件をです、ね、中国の大きいあの地図がございまして、ね、あれに書き込むんですよ。四川省の例えば電力プロジェクトがこれだと,というような形で書き込んでいくとです、ね、大体何年から何年の間に日本や,やっぱり国際金融機関からあのお金が出ると、まあ、ちなみに皆さんもご存知でしょうけど、あのアジア開発銀行と世界銀行日本とアメリカが要するにダントツでお金を出して出資しているところですからね。 小泉首相とは会見しなかった中国の首脳がですよ、小泉靖国神社に参拝したから会見しないといった中国の首脳は、アジア開発銀行の財務官僚、アジア開発銀行の総裁というのは財務省の官僚グループが全部甘く大してるんだけど、そこの連中とは危機として握手をして、法要までしてますもんね。どっちが日本国の首相か分かりませんですよ。それもこれも日本がお金を出してるから。でもこういう話も皆さん、初めてお聞きになりましたでしょ。実は数年前にですねその 小学科のサピオでですね、アジア開発銀行について何とか特集したことがあるんですよ。で、その時にそに担当の編集者に、世田谷に大家図書館というのがございましてね、ここにあのまあこれまで出てるその日本の主だった雑誌ですね、雑誌や週刊誌、その記事が全部閲覧できるんですけれども、担当の編集者にちょっと行ってもらって、アジア開発銀行でなんか記事があったら全くないんですよ。 青木さん本当にこれ青木さん書くの始めたぜっていう話をしてまあそれを見てさっき言った産経の小森さんがいや青木さんのはものすごく面白かったということで励ましていただいたことがあるんですけれども書ける人はいません本当にいませんよ私たちの後はゼロどれだけ日本がお金を出しても体を張って検証する人間はいません新聞も書きませんテレビも言いませんというのがまあ客観的な現場の実態ですよねそれでまあそういう形でその地図にですねその援助の書きましてね であのーまあ、さっき言ったその大きな国際情勢で中国国内の政治状況を背景にして出すと、であのー、実はそのこれまで円借款等で,です、ね、当然円借款で、まあ、例えば道路を作るとしますよね、そう当然、やっぱりゼネコンが、あのーまあ、受注するわけですよね、中国の場合というのは先ほど言いましたようにそのお、あのーうん、アンタイドローンというやつなんで、中国側が選べるんですよ。 だから日本の ODA 使って、中国の企業、ゼネコンがです、ね、工事を受注しているなんて腐るぐらいありますよ。特にあの中国の電力、あの原子力発電所ですね、これはです、ね、ほとんどあの元首相の李鳳、李鳳元首相の息子のです、ね、関わっている会社が圧倒的にやっぱり独占してますわ。伊藤氏がここに賄賂を送って、ですね、あの大阪の国税局から追徴金を支払われてあの命じられたということがございましてね、全部日本の ODA 絡みですよ。 でじゃあ問題は何が深刻かというとです、ね、この何という企業がです、ね、その ODA を受注したかというのをです、ね、外務省はオープンにしないんですよ。私たちのお金で作った例えば、上海のです、ね、有名な空港ございますよね、ホと国際空港。あれ、どの業者が受注したかという公式の発表、ほとんどないんですよ、皆さん。これが日本の援助の実態ですよね。 でもっと深刻なのは、ですね、まあ、これは笑い話なんですけどね、あの北京高校、これは日本から4000万だった3000、3000億円だったかな、3000億円が4000億円。これも日本の OD が出てましてね、北京高校ができたときに、これある僕は旅行者の友人から聞いたんですけどね、あのおばあちゃんたちがです、ね、関西に来たおばあちゃんの4、5人組の仲のいいおばあちゃんたちがいましてね、であの北京高校を見て腰抜かしちゃったんですよ、わあ、すごいわねって,言って。 こんなすごい国際空港ができて中国はすごいわもうこれからは中国の時代よね若い人も大変よねというふうにおばあちゃんたちは空港を出てホテルに行く途中のバスの中でみかんを食べながら語っていたとあれ日本が300億円出してるんですよおばあちゃん知らないの腰を抜かしてるわけ中国すごいとすごくないんですよ借金でやってるんだから おばあちゃんはみかんを食べながらこれからは中国だね知っ,ってるわけ全部このからこりなぜか事実が報道されてないから